ヨルちゃんに使わせてもらってるんです。これはすごいな。随分と本格的じゃないか。でしょ？朝たちのおかげよ。温めてきた計画？これはやっと気づいたみたい。まあまだ全然途中だからね。これって、私の設計図。そうよ、アマネちゃんがイスカのためにデザインしたやつね。マネさんが描いたんだって。へえ。君たちはバカだな。こんなものただの机上の空論なのに。そんなことない、実現させるもん。活動場所がなくて何もできなかった間、私たちずっとこの図面を見ながら話し合ってきました。どうすれば実現させられるかって。バカだな、君たちは。アマネちゃんの後輩なんだもん、しょうがないじゃん。あ、まったくだ。姉さん？私も。姉さんまで熱くなっちゃって、ほんとバカみたい。
拠点を見つけたな。ここなら伸び伸びと制作できそうじゃないか。ありがとう、アーサライダーの専門知識を持ってる先生なんていないし、飛岡先生からも睨まれているので。もし顧問になってくれても資格を持ってないんじゃあんまり意味ないし。でも私は先生じゃないぞ。あの時私はグライダーと関わるのは
もう最後にしようと思っていた。私の専門分野とは違うし、高いところはあまり好きじゃないからな。それにもうイスカはいない。いいの？それで。だってあの時もう少しで届きそうだったのに。届きそうで届かなかった。きっとそういうことなんだと思う。でも私は君たちに返しきれないほどの恩がある。今度は私が君たちの力になる番だ。え、じゃあ、ああ引き受けよう顧問の話。実はな、さっき話した新型の風車なんだが、特別実習という形で慶風学園の生徒が建設プロジェクトに参加することになっているんだ。あ、それなんか聞いたことあるかも。大掛かりな体験実習があるから希望する生徒は申し出るようにって、そのことだったんだ。